マッシモオットはイタリア、アブルッツォシューチュッタ・サンタンジェロ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。父親のフランチェスコオットは元サッカー指導者。初期の経歴 AC ミランの育成組織出身。トップチーム昇格後も2シーズンをベンチ要員として過ごし、出場機会を求めてレンタル遺跡の形でセリエ B や セリエ C のチームを転々とする。2000年にエラスベローナ FC に完全移籍し、セリエ A デビューを果たす。ここでの活躍が目に留まり、2002年に SS ラツヨへの移籍が決まる。ラツヨ4シーズン半を過ごしたラツヨでは、UEFA チャンピオンズリーグや UEFA カップでヨーロッパの舞台でプレーする機会を得た。ラツヨでの3年目に当たる2003から04。 シーズンにはコッパイタリアを獲得し、自身初のタイトルを経験した。2006から07シーズンには、ファビオ・リベラーニの公認として、キャプテンに任命された。2007年1月、遺跡金750万ユーロとパスクアーレ・ホッチャとの交換で、実に12年ぶりにフルス AC ミランへの復帰が決まった。ミラン遺跡から数ヶ月後のチャンピオンズリーグ決勝では、 右サイドバックとして先発フル出場し、チームの優勝に貢献。しかし、翌シーズンは、甲府町の波が激しく、クロスの精度を欠くこともあり、チームも低迷する。2008年夏には、イタリア代表で、同じポジションのジャンルカザンブロッタが、チームに加入し、控えに回ることが噂されたが、入れ替わる形で、バイエルン・ミュンヘニエ、レンタル移籍した。 翌2009から10シーズンに、ミラン復帰後は、左サイドにポジションを移したザンブロッタに代わり、若手のイグナヨアバテと、右サイドバックのポジションを争うことになった。2010年10月21日には、残りの契約を1年間延長し、2012年6月30日まで、ミランでプレーすることになった。なお、同時期に、ザンブロッタも契約を延長している。しかし、 2010から11シーズンのリーグ戦出場は、わずか7試合とチームの構想外となり、2011年夏には、US レッジへレンタル移籍。2011から12シーズン終了後に、現役引退を発表した。2002年にデビューを飾り、UEFA ユーロ2004予選では7試合に、出場した。2006年、ドイツ W 杯では、 ザンブロッタの控えとして優勝メンバーの一員となった。ペスカーラ・プリマベーラでの指導を経て、2015年5月16日、成績不振で解任された、マルコ・バローニ監督の公認として、デリフィーノ・ペスカーラ1936の監督に就任した。ウディネーゼ2017年11月21日、ウディネーゼ・カルチョの監督に就任した。国際 A マッチ34試合得点。 ありがとうございます。